VQ 第2回です。前回までのあらすじを言うとですね、車はこの車です。ラーメン屋さんの車ですね。これで、レースに出ますと。前回クラス C のレース、この VQ サーキットというので、2位でした。で、そしたらね、コースが増えました。3つぐらいね。ちょっと走っていきましょうか。オフロードコースかいな。いけるかな。行かない。ゴミ収集車みたいな。あれ、トラックでも僕そんなやったことないけど、あれ、ゴミ収集車のキャラクターいましたよね。ゲーム思い出したやつだからいいね。おお、これ。やばいやばい、置いてかれてる。みんな早い。やばい。加速遅くないこの車。なんだ、ここ。なに、この星の嘘としてるしない。まだ海もあるの。あんまね、ちょっと向きは越えない。海の中走ってるじゃん。間違えて川だよ。川の中走れるのがね、やっぱ楽しいね。まあ、抜け道ありそうですけど、なんかね、どっかにショートカットみたいな、なんかこういう。なんかありそうだけどね。なんか、おお、曲がんない、曲がんない、曲がんない。あー、すげえ車、なんだこれ。もうカウンターステア当てっぱなし。どうしようかな。どこに立てますか。倒れんだよな、これ下手だな。お、車潰していかないよ、これ。しかもひどい、なんだこれ、下手です。なんだしょうかな。一本橋みたいになってるのか。いいね、これ長期っぽいよ。初級っぽいけどさ、もうすんごい差離れちゃった。これ一周したらスキップするとこれちょっとさすがにこの遅れた状態で走ってる姿を撮ってもどうしようもないけど、どういうことできない。これ変換して曲がれないんだよ。どうする車スペースとか。あららら、横見ちゃう。どうすんのこれ、アクセル変換してんのこれ。ダメだね、フルカウンターでも意味ないね。フニッシュです。当たり前のように12位ということですね。残念でした。何一つもらえねえんだ。マジか、ダメか。わかりました。ちょっともう一度頑張りますわ。次はサマーアイランドというコースですね。何一つ車を変えて驚かせないままになっていますよ。また12位かもしれない。どうなるかな。このコースなんかひどいね。いいですよ。こんな空いてんだから。違うの、スピードは下がんないのか。海橋はどこかしろが。ああ、なんだこれ。え、ここまっすぐ行っていいの、これ。スピード落ちない。まっすぐ行っていいじゃん。じゃあ置いてかれてるとは言いつつ、なんだ、なんかあるぞ。ああ、そっか、あそこ登るわけじゃないのか。前にある木のやつ違うのね。さあ、車がスピンしないようにしながら、まずはゴミ収集車に勝てるように走ろうかな。前の方結構どん詰まってるね。おう、抜くぞ、抜くぞ。なんかフォルザホライズンもでさ、ちょっとこの感じ。オーストラリア、フォルザホライズン3がこういうなんか、オーストラリアの舞台だったんで、なんかこう、こういう浜辺ありましたね。飛んでるグループ。ここストレートね。ああ、なるほど。ここら辺は走りやすいのかな？若干車跳ねるか。で、ここから急に左に、右にコーナリングするわけだ。ということでアクセルを抜いて旋回の準備をする。おお、こう走るのか、こうか、わからん。高速コーナーの走り方はわからん。楽しいな、結構。このゲーム、なんだかんだで。ピットレーンもあるんだ。交換することあんのかな、タイヤ。なんか、画面の右側に、なんかあるんですよね。右側にね、なんかそういうなんか、交換するのみたいな、なんかタイヤとかの消耗を表すのかな。ここは走っても、スピード落ちないの？じゃあここ走るよ。車高低いわけでもないしね。あれ、3周あるけど、なんか角引きしない、なんか追いつけないんだけど。みんな速いな、なんだかんだ。この次のコーナーがきつい。アクセル見ても、そんな車の間ね、突っ落ちない。雨降ってきたね、急にね。あ、滑る。車滑る。すげえ。いけ、ストレートか。どうだ、追いつくか。
ストレートを見せても逆にどっちかっていうと、よいしょ、軽く左に曲げながら、その次に右ヘアピンですか。いけ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 、ぐるっと回る、ぐるっと回る、ぐるっと回る。お、さばき進んだ。お、インテグラム抜けそう、インテグラム抜けそう、インテグラム抜けそう、インテグラム抜けた、インテグラム抜けた、抜けた、抜けた、いけるか、いけるか、おすみせん、おすみせんと、あー、そうだ、よいしょ、そうだ、もう直線こっち食ってない、ギリギリ食ってるんじゃない、直線、あれかな、スリップスリップなんのかな、ボンって、なんか、わかんないけど、パワーニーゾンとかシルクとかバトルする。なんちゅう攻撃だ。おー、みんな、ここが走ってるから右側から行くぞ。右側から、あらかぞ、危ない。右側がすごいですね。何ですよ。何ももらえないんだ。やっぱ3位以上じゃダメか。次トレインロードってとこ行きます。まああれだ、多分ここの動画を見る方がいたとしたら、その方はもうあの楽勝で勝てるはずだからね。私みたいなものがこう苦しみながらレースしてる姿をですね、見てですね、まあ、あ、大体そんなもんじゃねっていうのを見ていただければと思いますね。トレインロードだからやっぱり電車のあるんですね、橋ですね。東急って結構あの線路走るコースもありましたね。あの、なんか、意外にスポンサーじゃん。転送、スワラ、ボメックスみたいなのかな、ね。いろいろなんかいいですね。このゲーム、モッドがあって、コースを作れるらしいんで、まあ、そういうのやってみたいですけどね。できるもんならね。トレインロードは結構、これもダートコースなんだけど、ね、車場が広いですよね。でね、このクラスはスピードが上げてるわけじゃないから、ライン取りが大事ですよね。左コーナーなんだ。左に右、右って回ってくるんだ。さあ、ここで抜けるかだな。よいしょ。はい。OK、OK。アクセル踏まないで、ハンドル操作とアクセル操作交互に行う感じですね。ハンドル操作してる時はアクセルを踏まない。アクセル操作してる時はハンドルを踏まない。うわぁ、違うな。うわぁ、ちょっと待って。ダメだ。あ、ごめんなさい、なんか。ごめんなさいじゃないよ、ね。結構なことをしちゃったんだね。ブロックしちゃった。こう、ハンドル操作もグーッと来ちゃうと、ちょん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 感じで知らなかったりと思いますね。さあ、舗装路に出ました。どうでしょう。よいしょ。また左にグッと回ってくれない。最初のこの左は緩やかなのか。その後にきつい左だけど。どうだ今。9、10ぐらい。シビックについていけない。ギリギリ加速で負けている。ダメか。ダメか。やばい。後ろからなんかまだ来てやる。多分インテグラかなんかだ。インテグラかなんか来てる。あっち。車がすごい滑る。うわ、インテグラ早いな。車が滑る。やばいね。パワーも欲しいけど、なんかこの滑るのをなんとかしたいね。走るのがいいんだろうな。本当に滑らせないように走らせるっていう、この意外と難しい技術。